近所のスーパーでの話。夜、日本に来たばかりの留学生とスーパーに買い物に行った。自分は値引き惣菜を漁って、そいつは駄菓子屋に釘付けだったんだが、不意に血相を変えて話しかけてきた。カゴを片付けている店員さんを指して、日本は先進国じゃないのか。こんな時間に子供を働かせているのか、とのこと。まあ、その店員さんは確かに小さいが、20歳くらいって感じだった。お前がでかすぎ&老けすぎなんだと思いながら、子供じゃないって説明したんだが、ちっとも納得しねえ。仕方ないんで、今度は大量のカートを器用に運ぶ店員さんに直接聞きに行ったんだよ。すみません、失礼ですが、お姉さん、年いくつですか？すげえ失礼だとは思ったが、客商売、店員さんはニコニコしながら教えてくれた。28歳です。え、何歳だって？28歳だってさ。はあ、帰り道、そいつは、ずっと嘘だ、ありえねえとかブツブツ言っていた。日本人って若く見えるって本当だったんだな。すみません、失礼ですが、お姉さん、年いくつですか？すげえ失礼だとは思ったが、客商売、店員さんはニコニコしながら教えてくれた。近所のスーパーでの話。夜、日本に来たばかりの留学生とスーパーに買い物に行った。自分は、こんな時間に子供を働かせているのか、とのこと。まあ、その店員さんは確かに小さいが、20歳くらいって感じだった。お前がでかすぎ&老けすぎなんだと思いながら、子供じゃないって説明したんだが、ちっとも納得しねえ。仕方ないんで、今度は、大量のカートを器用に運ぶ店員さんに、直接聞きに行ったんだよ。値引き惣菜を漁って、そいつは駄菓子屋に釘付けだったんだが、不意に血相を変えて話しかけてきた。カゴを片付けている店員さんを指して、日本は先進国じゃないのか。